本日はバリウマガリバタエビです。キャベツは一口サイズにざく切りにしましょう。ニンニクは食感を楽しめるように粗くみじん切りにします。焦がしニンニクのうまさは異常。次に合わせ調味料の準備をします。ポン酢小さじ2杯 10ml、 料理酒も小さじ2杯 10ml、 ちゃちゃっと混ぜれば準備完了。いつも通り調理の前にフラフォを用意します。バターも使うのに油も使ったらもう終わり。もうダイエットなんて無理だよってところでフラフォの登場。料理で油使う人はほどほどにね。まずはバターを全部溶かします。溶けたバターの上にみじん切りにしたニンニクを加えます。ニンニクの香りがしてきたらエビを加えます。エビを均等に並べて塩コショウをかけていきます。ついでに味の素もいい。エビは両面しっかりバターニンニクをまんべんなく絡めるようにして焼きましょう。エビにバターニンニクが絡んで火も通ったらキャベツを加えます。合わせ調味料を加えてキャベツがしなしなになるまで炒めます。そしたらお皿に盛り付けましょう。お好みでレモンを絞って完成。簡単でかなり美味しくてお気に入りのダイエット料理です。バターとニンニクってなんでこんなに合うんだろう。エビ自体かなりのヘルシー食材なので 150g 使っても 200kcal ぐらいで収まり、食べ応えも十分です。このチャンネルの再生リストはお茶碗一杯合わせても 500kcal 以下になるダイエット飯、エビ料理、鮭料理、鶏肉料理といったような食材ごとの再生リストをどんどん増やしていき、皆様の体づくりの役に立つチャンネルにしていきます。チャンネル登録、高評価、コメントどれかしていただけると本当に励みになるのでお願いいたします。まずはチャンネル登録者500人ありがとうございます。ただダイエット料理チャンネルの当の本人は、登録者500人増えている過程でなんか太ってしまいました。あまりにも彼女ができないストレスでしょうか。そろそろ500人中から誰か救ってくれてもいいのではないでしょうか。さすがにダイエット動画を出してるやつが太っているのはまずすぎるな。そのうち動画のご飯だけでダイエットしてみたみたいな動画出す予定なので、チャンネル登録して待っててください。